今日午後、四国中央市三川町で木造平屋建ての住宅が燃える火事がありました。火事があったのは四国中央市三川町の新藤正史さんの木造平屋建ての住宅です。消防によりますと、今日午後3時8分ごろ、建物が燃えていると住人から通報がありました。通報を受け、消防車両8台が出動。火はおよそ1時間後におおむね消し止められました。通報時には逃げ遅れた人がいるとの情報も入っており、現在警察や消防が確認を進めるとともに火事の原因を調べています。